童貞幽霊あの世の果てで生きまくれは、塩出太志監督の日本映画。2019年11月15日公開。OP Pictures 新人監督発掘プロジェクト2017審査員特別小作。R-18 作品。死神、ターニャなどの監督作がある。塩出太志氏による初のピンク映画監督作。童貞の忍が、 恋人の歩みとの初体験を目前に、ひょんなことから車に惹かれて幽霊になってしまうというコメディ作品。魂が体を離れ、他人に脅威できるようになる天末を描く。脚本、登場人物の関係性が難解なため、出演女優陣は主要キャストの相関図を書いて本番に臨んだという。十一月十六日に行った公開舞台挨拶では出演者十二人と監督の 合わせて13人が登壇。挨拶中に鳥居美ゆきも飛び入り参加し、何度も見てほしい作品です。激濡れモデル不死だらな下半身よろしくお願いしますと、平映作品を宣伝していった。この逸話は後に、ピンク映画の若年女性層人気も交え、徳馬書店、朝日芸能に取り上げられた。AV ライターの朝宮美安は、日刊 SOD オンラインで自己愛と、 他社会の物語と批評した2020年9月25日から行われるアップリンク渋谷での特集上演 OP ピクチャーズチーム弱 a マイナスで初の一般劇場公開ありがとうございます